皆さん、どうもメッセージお疲れ様です。ありがとうございます。プロポーズの言葉ね、いろいろありますよね。ところでね、年代別ってのどうですかね。20代の方がプロポーズするのと、バツイチの方がプロポーズするのと、30代の方、40代の方、もしかしたら50代の方もプロポーズはあるかもしれません。50代の方のプロポーズってのはどういうふうにしていくのかなっていうのと、うまくいったプロポーズと、残念ながらちょっとねうまくいかなかったんだけども感動的なプロポーズの言葉ね、こういうふうな切り口で言ってみるのも面白いかもしれないですね。で、ピアノとプロポーズの言葉どういうふうに組み合わせるのかなってことにもちょっとね興味がありますので、松潤さんなりの考察があると、なんか楽しいんじゃないかなと思いますね。よろしかったらよろしくお願いします。それではね、これからも私なりのねプロポーズ思い出しながら、私は生涯に1回しかねプロポーズってのはしたことがないんですけども、まあシンプルにね、結婚しませんかと言いましたね。シンプルにねまあそれ以外ちょっと思いつかなかったのと、私ももうね、この年も年だったんで43歳だったかな。で、その言葉が出るまでの演出はかなりしましたよ。演出はかなり積み上げていって、最後にねえと、僕結婚しようよっていうふうに言ったんですよね。そしたら、ありがとうございますっていう返事が来ましたね。やっぱりね、20代の女の子からそう言われたね、なんかこう嬉しいですね。当時のことですけどね。はい、それが今にも至るわけでございます。それでは本日は以上です。